はい、こんにちは、インフラエンジニアのゆうたです。はい、ね、今日はですね、なんとですねセミナーに呼ばれることになりました。こういうことっていうのがあるんですね。これまあ YouTube きっかけっていうところなんですけれども、まあその経緯はまあ後で言おうかな、ちょっとというところで、まあ内容をちょっとお話ししたいと思います。はい、でこれの概要欄の方にリンクも載せておくし、参加用のリンク、ここで応募を、そうですね、ここから応募してもらえると参加できるので、まあ、多分ただだと思って、あ、ただって書いてありますね。はい。なので、っていう感じですね。で、内容はね、オンプレクラウド VS パブリッククラウドセミナー、というのを、株式会社ネットワールドさんという会社さんが主催で、開くことになりました。はい。で、まあ、このですね、セミナーは何をやるかというと、まあ、これにちょっとバーッと書いておくんですけども、まずウェブ業界におけるパブリッククラウドの現状っていうのを、あれですね、ケンタさんっていう、多分僕の動画を見てくださって、まあ、みんな知ってる方かなと思うんですけど、すごいケンタさんですね。という方が、お話しされるっていうのが、まず一つ、第一つ目の、あれであります、はい。で、その次、オンプレクラウドとは、そのオンプレクラウド作成の必要性はということで、まあ、あれですね、要は、Azure スタックみたいなやつですね。オンプレミスの中に、クラウド環境を再現できるようなのを、作ってる会社さんがありますと。まあ、それのプロモーション的な内容もあるんですけれども、まあ、そのベンダーさんの、プロモーションと、パネルセッションということで、これ何やるんだろうな。まあ、ちょっとあれですけど、まあ、そういうようなことをやります。はい。で、ここまでは僕は多分登場しないですね。はい。で、次。有名 IT インフラ系 YouTuber がオンプレクラウドとパブリッククラウドを比較というところで、ここに僕が出ることになりました。はい。と言っても、僕以外に、さっきのケンタさんと、あと、以前も僕の動画に出ていただいた黒川さんというですね、AWS を専門に撮ってる、YouTuber の方がいらっしゃるんですけども、まあ、その方と、まあ、僕という形で、まあ、YouTuber 軍団の中の一人みたいな感じで出させていただくことになっています。はい。ですね。はい。というところで、まあ、これに出ますというところです。はい。で、その次、ライブ QA セッションというところで、なんかあれですね、多分、なんですか、これで、リアルタイムで質問できて、それが主催の方に届くみたいな、まあ、そういうようなのがあるみたいで、まあ、それで、いろいろ参加者の方とやり取り、するみたいな、まあそういうようなものという構成ですね。はい。で、まあ、やるのが1月、来年ですね、来年。来年の1月16日、14時から、17時15分、秋葉原 UDX シアター、あ、すごいところでやるんですね。行ったことないけど、多分すごいんでしょうね。はい。はい。ということで、はい。というところです。はい。で、まあ、この、これ、僕、あれですね。この URL が下に貼ってあるので、そこから応募してもらうと、多分入れます。で、今時点で結構、半分ぐらい、なんかこう、170名だったかな。マックス。あと200ぐらい。210って書いてありますね。でこの半分ぐらいがすでに来ているらしいので、はい、ぜひともこの、はい、
なんか興味ある方はですね、参加してもらえるといいかな、いいかなって言うとちょっとあれですけれども、ぜひ、見に来てください。はい。という感じです。はい。ということでですね、なんかね、こういうことってあるんだなっていうのを思って、すごいびっくりしておりますね。はい。というのは、この黒川さんからですね、こういうようなお話をいただいて、一緒にどうですかというので、ぜひお願いしますって形で、お話をいただきましたというのがあります。なんかね、なんですかね、こういうのってすごい、以前からやりたかったことの一つではあったんですよね。こういう YouTube とかで、なんだろうな、こういうことやってると、いつかはどっかでその、なんだろうな、火がつくっていうと、あれですけれども、なんていうのかな、なんかそういう、こういうセミナー講師というかですね、これ講師じゃないですけどね、なんかそういうところに呼ばれていくっていうことが、もしかするとあるかもなみたいな、なんかそういうのができたらなみたいのは、漠然とはずっと思ってたんですよね。それが今回の件でですね、第一歩が、第一歩が踏み出せたというところですごく嬉しく思っています。そうなんですね。なんかそうなんですね。だからなんかとてもね、とてもありがたいし、嬉しいし、なんかこうやってやってた甲斐があったなっていうのをすごい感じています。なんか最初やっぱね、あれだったんですね。このネットワールドさん、これを開くにあたっての、担当者の方がいらっしゃって、その方、ね、ちょっとお話とか、ご飯、話があったらご飯に行ってきたんですけれども、こいつはなんかあんまかからない方がいい人間だと思われていたみたいですねでもその黒川さんと一緒にやってるのを、ね、なんかそれが良かったのかな。だからね、結構ね、僕はその第一印象がかなり悪いんですよね。かなりとか多分とてつもなく悪いと思うんですけども、そんなことはね別にいいんですけど、とにかくね、あれです。はい、ぜひ来てください。よろしくお願いします。はい。ということで、ちょっと最後に、黒川さんがですね、宣伝用の動画を作っていただいているので、それを流して終わりにしたいと思います。はい。とてもね、かっこいいので、ぜひね、見てくださいはい、というところで、こんな感じで大丈夫ですかね。はい、じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた見てください。バイバイ。